大笠餅は、セリカ大笠餅属の多年層。別名、鬼笠餅。茎は直立し、太く、中空で、直径0.5から1.5センチメートル、高さは1.5メートルに及ぶ。葉は柔らかく、長さ10から30センチメートルになり、1から3回3では上腹用で、小葉や周列片は右上に、中列し先端が尖る。根室用と株の葉には、 長い傭兵がある。火器は7から8月。軽腸と分子した先端に大型の複産系過剰をつけ、十数個の小産系過剰をつける。小産系過剰には二十数個の直径3ミリメートルになる小さな白色の五弁花がつく。複産系過剰の下にある双方辺は右上に切れ込むことが多く、小産系過剰の下にある小酸方辺は線形で、 双方辺、小双方辺ともに垂れ下がる。果実は卵型で、床は文化の表面側の角、セミゾ下に1個、文化が接し合う合成面に2個ある。日本では北海道、本州中部以北に分布し、山地帯から鉱山帯の草地に生育する。世界ではアジア北東部に分布する。大笠持族はセリカの族の一つ。 背の高い越年層または多年層で葉は大きな鵜状を吹くようとなる。花女の下の双方辺と小花女の下にある小双方辺は鵜状に分裂することが多い。ユーラシアに三種知られ、日本には大傘餅一種がある。ありがとうございます。